金久志先は、大韓民国の軍人、政治家、陸士七木、十一、十二、十三代国会議員、僕正規暗殺事件での裁判長を務めた。1932年、軽機動、陽平軍、陽平国高三号東村に生まれる、陸軍士官学校卒業後、陸士教官、朝鮮戦争では、第一師団第十二連隊中隊長で、 三戦闘、無局里戦闘、英川戦闘に参加、第九不評師団三十連隊一大隊長として、人民解放軍第三十八軍との激戦を繰り広げた。戦後は、教育畑を経て、第三十機械化不評師団長、第六軍団副軍団長を歴任し、第九不評師団長として、ベトナム戦争に従軍、陸軍三士官学校校長などを経て、 合同参謀本部長。北正規暗殺事件にて裁判長を務め、金再慶ら6名に、死刑、金葛羅元大統領府秘書室長に、終身刑判決を下した。1980年陸軍中将で除隊した後、中央情報部、第二次長を務めた。また11月には、全都間を総裁とする民主正義党を軍部出身者で立ち上げ、 党の軽機動支部委員長に就任。翌年の11代総選挙、12代総選挙で、軽機動の第8選挙区、13代総選挙で、貨幣、洋平選挙区より当選。国防委員会委員長、金武学院理事長、韓国、ケニア議員親善協会会長等を務めた。2011年7月15日、ソウルが残病院にて死去。去年79。 ありがとうございます。